病気はチャンス気づきの機会人生の転換病気になると医者や薬に頼りたくなりますがあくまでも治す力はあなたの体の中に秘めた蘇生力に他ならないわけで周りの人はどこまで行ってもお手伝い役でしかありません病気になると心理的にも不安定になり顔の表情も笑顔がなくなって病気の殻に閉じこもってしまう人がほとんどです 自分でない誰か、あるいは、何かの責任にしたくなるのが、病気というものではないでしょうか。病気はあなたに対する天罰ではありません。ありがたい忠告です。なぜありがたいか、というと、健康状態が欠乏しています。このままだと、死んでしまうぞ。と、教えてくれているからです。阪神大震災のことは、 ままだ記憶に新しいいと思います人の運命は計り知れないものがあります交通事故や天災に見舞われて予期せぬ死を迎える人たちは全死因の約7%もいるのです実に14人に1人ということになりますもしあなたに運命的なチャンスがなかったとするならばこれら予期せぬ死を選ばされていたかもしれないのです 病気もあなたの人生の一部です。病気になったからといって健康になる権利まで奪われたわけではありません。問題はこれからの人生を過去の反省においてどう生きるかだけなのです。今があなたの人生の転換期だと思ってください。悶々とした状況から抜け出す良いチャンスではありませんか。これからの健康人生を あなたの手でつかみ取ってほしいいと思います病気は自分が過去に作った原因の表れですから原因を突き止め早く改善を図って病気になるような生活から健康に向かう生活に方向転換してほしいのですそれができるのはあなた自身以外にはないのですこの健康法は現代医学が不得意とする分野体質について解き明かしたものです この体質ももともと体内毒素の質と量そして体内酸素量皮膚呼吸の問題によって決定づけられますひいてはこれらの要素は病気である本人の考え方以下によって作られたものですから考え方を改めて作られたものを消しなくす努力をすればよいのです健康法の実際を見る前に次の2例を見てほしいと思います